はい、オッケーですね。はい、それではトップバッターは毎回おなじみ、近藤さんのお話をいただきたいと思います。近藤さん、よろしくお願いします。拍手でお迎えください。はい、よろしくお願いします。あれ、近藤です。えっ、ー、と毎回これ o dc だとかその辺でやってる話なんですけれども、あの今回こっちに突っ込んできました。えっ、ー、とまあマイニューギアということでいきなりですね。あの昨日発売の靴をもうあれ、早速購入しまして。あの？ これなかなかいいなっていうことをあの思っておりますあの。バンバン弾むんで結構早く走るよとただいきなり実戦投入なんかちょっと知っちゃだめだなと思って来月の大会目標であの使おうと思ってます。えーとまあ、あれベーパーフライ使うほど僕早くないんでその辺はあのちゃんとわきまえてるつもりです。 でえー、と自己紹介、えー、と先週です、ね、あのオンラインの方をやらせていただきました、えーとまあ、あの放送事故というのをあの毎回、毎回経験しておりましてあのこういう対処法に関するあのノウハウというのがたくさんあるというのを自負しておりますっ、えー、と今年です、ねまああの私あのいろいろ走ってるんですけれどもあのいきなり明日あのフルマラソンに参加することになってます。 あのもう島棚をしままくってきます <laughs> えと3月のセミナーですねあのお前諏訪湖行くんじゃなかったんかってあのあの頑張りますとか言ってたんだけどあのちょっとスケジュールかぶっちゃいましてあの、まあ、あのハーフは多分大丈夫だろうと。 それよりもフルの練習したいなっていうのがあったんでそっちの方を選ばせてしまいましたあのまああの諏訪関係者っていうわけじゃないんですけど吉田さんごめんなさいみたいな感じでえっとまあその辺で3月のセミナーで言った通りで普通の人は年内ハーフ年明けからフルやっても大丈夫ですそっちの方をお勧めしますであのまあ今年いろいろとですね出る予定っていうのを立ててましてあの た、まあ、あ,あの12月の,あの松坂とあの3月の徳島をピークに持ってくるような形で頑張っております。あの下2つはまあお遊びで,すでまあ言い訳したくないんですけどあの体重痩せるより早くなるだと思ってたら全然体重下がらなくてです、ね、あの思ったよりも速度が上がっていないなと、まあ明日のやつはまあ調整ぐらいでまあ完走できればよしとします。 でまあ、あの本命もあの来月なんですけど、ちょっとそれも難しいかなと思います、えーとまあ、指導なんですけれども、9月の末に大堀公園に行ってきまして、ちゃんと走ってきました、えーとまあ、あの去年はあのタイムトライアでやってきたよっていう話を、AFT でやったんですけれども、さすがに今回、無理だったんで、あの,まあのんびりとあのジョギングだけ <laughs> あの、広島、その翌日にあったんですけど、行こうと思ったら行けたんですが、ちょっと行けませんでした、ごめんなさい。 えとであのまあ、トレーニング手段の対応かというのは、まあ、先週あのオンラインでやったんですけれども自転車1台あの改造して投入しましてあの、まあ、ただ、よく考えてみたら8月の段階であれほぼ完成していたのでそれでトレーニングすればよかったんじゃないかというのはあります。であのまあ、自転車の練習もあの3日に1回から今、週1回ぐらいに届けています。 であのまあ、ロング走ということであのそれできなかったので自転車やってみたんですけど、まあ、5 0キロほど走ってみましたあのちょっと3時間走ろうと思ったんですけれども体力的には行けたんですけれども家庭環境でダメでした、えーとあのまあ、あの坂もなんとか余裕持って登れるとか分かりましたし4 2ロを通過した時点で2時間ちょっとだったんですよ。うん まあ,あと心拍数はちょっと抑え気味なんでこれは続けるのいいですよと、えー、と本当に世界のトップランナーって自転車より速いんですね。<laughs> で、まあ、あのこんな感じであの中長期的にあの予定を立ててます、まあ明日はゆっくり走ります、<laughs> まああの3足持ってるっていう、あので、惜しみなく投入するんですが、あれ、こいつあの定価2万4000円しますんで、あのまああの普通の人にはちょっと高いよなっていう。 話なんですよねまああのまあゆっくり走るなら十分使えますしあの実は4分ぐらいなら十分いきますあの高いですこれあの秋セールあの今月の頭にあったんですけれども、その時に半額の1万2000円で買えたんでそれ変えた人はラッキーだと思いますであのハーフで記録出す時にはストリークフライというものすごくいいやつを使います まああの道具に頼るわけじゃないです、あのちゃんとあの基本的なやつにあの道具を戻して、基本的なことをやってきてます。で、えー、のまあその辺んいろいろ特徴ありますんで、それを使いこなすっていうのが、トレーニングやる上で重要だと思います。まあ、ちょっとなんか重要なことを思い出して てたんですけど、それをちょっと落とし込めてないなと思ってたんですけれども、まあ調子が上がってくる予兆を見つけて、それをあのうまく使っていくということ。まあ1、まあ、番大事なのはあの無理しすぎないっていうことが一番大事だと思います。えっ、ー、と、まあ、まあ昨日のデータなんですけど、頑張らないっていう。あの。感じで走ってたんですけれども、あまあ、ちょっとあれ頑張ってないつもりなんだけれども、ちょっと心拍数上がっちゃってるなっていうのが。 まあ,、まあ、あの去年のあるジャズマラソンなんですけれども後半もっと追い込めたんじゃないかとあのそういうんであのちょっと2時間ちょっとしか2時間切れた程度だったんですけどもうちょっと早くいけたなっていうのはあのその後あのトレーニングの指針っていうのが変わりましたであの 3, 3月の,あのハーフマラソン調整で出たんですけれどもこれは結構狙い通りのタイムを出せましたんで。 これ結構いいなっていう感じでやるこういう感じになりたいという,いうふうにやってますまあデータはうまく活用するしあのそれであのコンピューター活用するってのも非常に重要ですまあそれはまたあの後ほどなんか紹介できればいいかなと思いますえっ、ー、とまああとやると決めたらやりきるっていうのが一番重要ですえっ、ー、と酒今飲んでません <laughs> まああの記録が出せなくてもやりきったっていう こ,ことを自覚できればいいんじゃないかなと思っています。えーと以上です。ありがとうございました。はい、近藤さんありがとうございました。5分です。ただ測っているわけじゃないのでセルフマネジメントで発表する方はあの5分間ぐらいだなみたいなはいやつでやっていただければと思います。はい。 続いて小林さんの準備ですね。はい。はい、それでは小林さんよろしくお願いします。 はい、えー、よろしくお願いします。えー、教育の目標とまあコストについてということで、えー、株式会社クロテックの IT 事業部の事業部長の小林でございます。えー、よろしくお願い致します。はい、ということでえっ、ー、とまあ軽く私の自己紹介しておきますと、まあこれで四十七歳というところでまあ二十何年仕事してますということで、まあ、えー、日立の。 子、えー、会社の方でエンジニアと始めてトレンドマイクロのテクニカルアカウントマネージャーということで、まあ、その後に、えー、3000人ぐらいの会社のマネージャーやって、えー、今、えー、現職で事業部長ということでやっておりますであとですね、えーまあ、マイクロソフトのです、ね、マスタートレーナーという形で、えー、レノボさんとか HP さんとか、えー、そういったところの登壇とかもしていますはいということで あとですね、なんか有名らしいんですけど、僕、怪我するっていう人らしくて、怪我芸人じゃないかっていう風に言われていて、1ヶ月前にえ車で停止してる時に突っ込まれて、ダンプにですね、今、首怪我したというところで、ああ事業を作った時には、手のですね肉が剥げてとかね、左手折れてとか、そういうことがあったので、ああわざと怪我してるんじゃないかみたいな話もあるんですけど、そんなことないですからね。 はいといととうことで株式会社クロテックの小林でございます。はいで IT 事業部としては、えー、富士通さんとか NTT データセンター技術さんと直接契約をしてサーバー設計、サーバー構築をしているという会社です。であと今、レバーテックさんの方で社員募集してますということで今回の話題というのが、まあ、何を話すかというと、まあ、コストをどうやって落とすかという話を教育ですねしていこうかなという,ふうに思っています。 で今ですねクラウドの全盛期の課題としては何があるのかということを洗い出していくとやっぱりですねインフラエンジニアの役割っていうのがだんだん変わってきて物理のサーバーだけ構築できればいいですよっていうのがやっぱり直接案件掴つかんでる人間としては Azure AWS とか GCP とかそういうの案件が増えているよねということがあります。 まあ、とはいってですねあのクラウドエンジニアのスキル不足っていうところもあって実際、そのクラウドの設定できるんだけれども本に載っていることはできるけれども OS の知識がないとかクラウドのデータセンターのところで実際、クラウドってデータセンターで動いているんですけど VMWare とか Hyper-V とかそういうの知らないよっていう方がかなり多いであとはネットワークの技術全く知らないよっていう方もすごく多いんですね、今。 あとはプロ,トコルプロトコルの理解とかセキュリティの理解をちゃんとしてないセキュリティ教育をやってないけれども AWS のなんたらかんたらっていうのはちょっとできるよみたいな感じのエンジニアがあまりにも増えてるとでやっぱり物理のサーバーの対応能力がない OS の知識がないということでリフトアンドシフトといって今物理のサーバーからクラウドに上げるっていう案件がかなり増えてるんですけどそれが対応できないということが起きてます でそしてですね私も47歳なので40代の課題としてはこういうエンジニアが多い、えー、実際、管理職だから学ぶ新しいことを学ばない AWS、Azure なんか学ばなくていいよと勝手に自分でそういうふうに思い込んで、えー、実際、マネジメントの工数管理しかしてないという方がかなり多いということで目標設定はというところでちょっとお話をしていくとまずですね漠然と売上だけ上げろっていう経営幹部もうこれ、意味がないと思ってますこの時代に向いてない なので、どういうふうにやっていくかって言いますと、会社はですねちゃんと売り上げを上げるだけじゃなくて、エンジニアをどう育てるかっていうのを A、AWS、Azure、GCP とか、ちゃんと教えていくってこともやっていかないといけない、もちろん Linux、Windows、その上で動いてですね、ちゃんと教えていかないといけない。でコストはっていうところですけども、大手はちゃんとコストをかけられます。受講するエンジニアの給料だったりとか。 0円で受講するというのは無理ですよね、法律に引っかかります、でそしてですね外部講師の費用だったりとか、交通費だったり、そういったところもお金がかかりますで、ブラック会社のパターンとしてはどういうことが起きるかというと、人件費が払わないとか、あとは外部講師の費用を払いたくない、ここを削ろうとします、でブラックパターンとしては何が起きるかというと、勉強会は社内融資ですとか言い出すんですね。 そして有志、えー、だから、えー、賃金が発生しないんですって言い出します、そして若者は個人で勉強しないんだっていう経営幹部、もう時代だから教えたほうがいいんですね、会社が。で低コストでじゃあ人材を育てるにはどうしたらいいかというと、えー、外部の研修は、えーまあ、極めて高いスキルの関しての研修は受けたほうがいい、けれども処方は社内でやったほうがいいんじゃないかとうう思っています。 なので、ちゃんと人件費を払った上えで、仕事として社内でちゃんと教育をする、そして新入社員はできるだけ社内で講習をする、そして教えていく、中間管理、中間層から上位エンジニアに関しては外部研修を受けた方がいいんじゃないかなというふうに思っています。で時間がないので、さっといきますけれども、参考資料としてはこういうものが世の中に出てますよということで、まあ、動画を見ている方とか、参考資料として。 後で見返していただければなと思います、まあこういうものを使って社内の新入社員の教育とかをできるんじゃないかなとうう思っていますし弊社はそれを実践していますそして外部教育は必須です、なんだかんだ言ってもやっぱり上位層に関しては無料で教えようとか社内で教えようというこれ、まず無理です。ななのののででで外部専門家の教育は必須ですなので 今の時代、上位層の教育はどうするかといったらちゃんと外部の研修を受けてください。こういう研修があります。でも1日7万から15万かかるんで、新入社員の教育は自分たちでやりながら上位層に関してはちゃんとお金をかけるということをやっていった方がいいんじゃないかなというふうに思っています。まあ、こういうマイクロソフトの国さんとか、こういういちゃんとしたエンジニアがいらっしゃいます。まあ、こういういい教育を受けていくと いいんじゃないかなということで、えー、もう宮田さんがドランを鳴らそうとしているのでこれで私はまとめはちょっと話さないで今回終わりにします、えー、小林でございましたありがとうございましたああ、はい小林さんありがとうございました次どうしようかな峰さん行きますかじゃあ <laughs> もう純不動なので <laughs> はい、はい、さあどんどん行きましょう オレンジ色の人がやってまいりました。はい、今日はえっ、ー、と一応まあ四時ぐらいに一、えー、回終了と言いますか、まあそこから片付けで四時半ぐらいまでにね、あの片付けをしていただく形になりますので、もうしばらくですね、えー、ご観覧いただければと。このまったり感がやっぱ OSC ですよね。やっぱりね、すごい。はい。 画面出たでしょうか？あ、出ました。大丈夫ですか？はい、マイク取っていただいてはい。ちょっとスイッチはい。大丈夫そうですか？はい、あれ、お入っていない1番をミュートを解除、はい、はい。声入ったと思います。あはい、大丈夫です。準備できました。はい、それではミネさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。タイトルですが、プリズンターの鳥のキャラかわいいですね。ありがとうございます。これからはイルカとも仲良しです。 マイスケール対応しましたの発表させていただきますえ、プリザンターユーザーズグループでございますよろしくお願いいたしますありがとうございますではまずこちらをご覧くださいマージャン大好きな社長が率いるオレンジの会社で何をしている会社かご存知ですかノーコードローコード開発ツールのプリザンターの開発をしております 次にこちらをご覧ください。このキャラには名前があります。今日はこちらを覚えて帰っていただけると嬉しいです。我々プリザンターのマスコットキャラクターのハヤブサのハヤトと申します。かわいい。ハヤトはなぜハヤブサなのかをご存知でしょうか。こちらも今日覚えて帰っていただけると嬉しいです。 プリザンターは業務効率化ツールとして高速であることをとても重要視しているためです最近では大きな組式でご利用いただける案件も増えて性能アップ今プリザンター頑張りどころとして開発者一同頑張っておりますちなみにプリザンターのモット高速であることともう1つ汎用的であることがモットーです ありがたいことに10万人規模のお客様からもアプローチをいただけているんですけれども,もう使い方によって遅くなる場合がまだまだありますので性能改善が本当に頑張り中というところですでそんな隼人に今仲良くなりたいイルカのキャラがいるとか、はい、イルカのサキラです。でですす、はい、いいです、はい、今月ですね プリザンターはつい先日のリリースで、MySQL に対応をしました。以前から対応しておりました、SQL サーバー、POSGRESQL に加えて、MySQL も選択できるようになってございます。はい、ちなみに、こちら、MySQL 対応の開発秘話を発表できる場を探しているということで、お声掛けをいただけますと、とても嬉しいです。 で開発日用は,は今日は2分でご紹介させ,させていただきます。ざっくり言えば結構、伝統的なエクセルで作った操作手順一覧を見ながら SQL のエラーを一つ一つ直す手作業感満載の開発をちょっと今回はやってしまいました。なぜ手作業になったのかえ絶対間に合わせたかったんですね今日の OSC 東京で発表することにかなりこだわりがありまして。 締め切り駆動開発ということをやらせていただきましたプリザンター個人開発から始まったアプリで個人開発のものすごいアプリがあるっていうポジションだったんですが7年という時間を経てどんどん商用利用の世界で成長してもまれて成長していきましたすごい勢いで機能を増やしてきたんですけどここにきて機能の拡大に開発プロセスがちょっと追いついていないんじゃないかと。 開発プロセスを追いつかせたいというのが今、現在進行形の開発現場の近況ですで。もっとスマートにしたい開発プロセスの代表例テストになりますスライドに書いてある通りにエクセルでシナリオを書いて手元の Windows で機能テストをするということがまだまだ行われていたりしますただ理想はインフラは多様にで機能もまんべんなくリグレッションテストして品質を担保したいなと。 ただ今のところはコストの問題でそれは手作業でやろうとすると理論上問題ないであろうという条件のテストはスキップしてしまうところがそういう問題ないだろうと思っていたところでこそ利用者様がエラーを見つけられたりするわけですプリザンターって誕生したときはまだまだ Windows サーバーと SQL サーバーの環境だけで検証できればよかった。 ですが今は世の中のニーズに応えるべくマルチ OS、マルチ DB、クラウド、ドッカーに対応するところまで進化をしました,た。開発プロセスの進化は道の途中というところで今、我々エンジニアでテストコードをどんどん増やしています。自動でテストを回せる社内のテスト環境というのも検証を進めております。これからは早草の速さ のみならず品質アップの鍵となるはやぶさの目これを構築中というところでございますそんなプリザンターなんですけど最後ぜひ使っていただきたいなと思っておりますこちらにいらっしゃる皆さん的に見どころになるのはプリザンターは画面の中にコーディングする機能がございまして自分のコードが動かせるウェブアプリになっております そういったことがえっ、ー、と面白いことがいろいろ試せると思いますのでぜひやっていただければと思います。はい、以上です。ありがとうございました。吉田さん、吉田さんはいませんか。<laughs> 今ねブースまで探しに行ったらあれさっきまでいたんだけどってそうそうもしかしたら勘違いしてあ吉田さんいた吉田さん吉田さん発表ですよ発表準備してなんか木下さんネタがあるのじゃあちょっとじ時,間時間つなぎではい。 さあ、十五時二十分、まあ、時間はね、まだまだ大丈夫な感じですけど。吉田さん、吉田さん来てくれました。で、えっ、ー、と、吉田さんで、まあ、稲葉さんの順番でいきますんでね。稲葉さん、もうちょっと待ってね。出た。このままでいい。はい。はい、<laughs> えっと、じゃ、あちょ,ちょっと待って。 はい、じゃあ続いて木下さんのライトニングトークです。よろしくお願いします。はい、えっ、ー、とまあ、ちょっとあのー、雑にちょっとインテルの Mac であのローカル LLM を動かしてみたという話です。まあそんな感じですね。えー、でまあちょっと自己紹介としてはちょっとあのー、こちらの方でスタッフやってますという感じで、まあちょっといろいろとやって最近はやってますってところですね。でまあきっかけとしては まあ、ローカルであの動かすの面白そうだなと思ってやっててだけど何か日本語の環境ってないのっていう,うにあに見てたらあのこういうあのエライザっていうのが出て,出てるよっていうところで、まあ、あの現時点でっていうかあの年明けぐらいですねそれぐらいにあ年末か年末ぐらいに去年末ぐらいにそれ,それをやってちょっと試してみたってところですねで、まあ、ツールとしてはラマ .cp C プラプラというのとオーラマというのがあってまあ日本語モデルエライザーというのを使ってみましたってまあ使用したマシンあのインテルマックということであの2019年の16インチのモデルですで8コア16スレッドでまあラディオン何か動けがいいかなと思ってかんやってみましたっていうところですねでお試しまあラマ CPP ああこういうふうにあの ビルドしてみ見て動かしてみたところですね、あの一番最初あの、GPU 使って動かしたら7分近くあのこの回答があの出るまでなかかったんであの、CPU 使ったら1時間ぐらいかかるのかなと、これネタになるかなと思ってやってみたら、C、CPU だけで動かしたらなんと1分ぐらいで済みましたって感じですね。で、まあ、比較としてあのこんな感じでうんな、なんでかなっていったところですね、<laughs> なりました。<laughs> でえー、っとよで次あの、お試しそのにオーラマっていうのを使ってます使ってみました。でまあ、あの公式サイトからあのダウンロードしてインストールして、まあ、あのエライザーを使うために、まあ、学習モデルを使っ、まあ、こういういうにつ設定して使ってみました。まあ、大体これもラマ CPP と同じくらいの,あの CPU で使ってたのと同じくらいで動き,動きましたというところですね。 まあ、あの使ってみてなんですけど、GPU 必要かなと思ったんですけど、CPU だけでもそこそこ使えるっていうのがあの分かったってところですね。GPU なんで遅いのかなっていう、なんかその GPU でちゃんと動くようなあの方法ないかなと今、今も探っているっていうのと、あとやっぱり Apple Silicon の MacBook 欲しいですっていったところですね。<laughs> で、あとまあ,あの、その他試してみたところといったところで、クルー AI っていうのがあって、これはちょっとあのエージェント的に動かすって思って。 ものだったんですけどな遅くてあれだけどなんかコンピューター議論してるっぽいかなっていうところでまあそういったところですご清聴ありがとうございましたはい木下さんありがとうございましたですねまあ今そうですねだいぶこうオープンソースのその LLM のソフトもだいぶ出てきてますし。 あまりリソースく食わない、ね、タイプのものとかも出てきているので今後いろいろと自分の手元で試してみて遊んでみるのも良さそうですよね。僕もちょっと遊んでみようと思って GPU を増設しようかなとしているところです、はい。じゃあ続いてはお知らせ系の話に行きましょう。吉田さんつな、はい、いでいただいてですね、こっちかな、ここですね。はい、さあ、出るかな。 はい出ましたはいじゃあそちらのマイク取っていただいて音声大丈夫かなああ,、はい、あ大丈夫ですねはい吉田さんお願いしますはいえー、っと吉田ですえー、今回は、えー、日本アルマニアックスユーザー会としてえー、っと出展していきますはいでえー、っとお知らせなんですけどもアルマニナックスのユーザー会ということで、えー、日本のユーザー会とあと えっと、世界のです、ね、アルマリナックス OS ファウンデーションというところで共同で今年も、えっと、アルマリナックスデイ東京というイベントを12月の14日に、えっと、開催します、はいえっと、場所は、えー、汐留のソフトバンクさんの、えー、と汐留のビルで、えー、開催しまして、えー、夜は午後から開催で、えー、夜は懇親会も、えー、予定していますで えー、こちら、えー、もうこの間お知らせした時、えー、ときはえっ、ー、と言われるだけでしたが今申し込みができるようになってますのでぜひあのこのえっ、ー、と QR コードの方でえっ、ー、とコンパスで申し込みができますので、えー、申し込んでいただければと思いますはい、えー、それからえっ、ー、とあと最近追加収集で特にえっ、ー、と学生さんはえっ、ー、と無料 で、えー、懇親会までただに <laughs> しましたので、えぜひ周りの、えー、と学生の方には、えー、ぜひあの来ていただいて、あの勉強とあと、まあ、懇親会もただしいっていただければというふうに思います。 私もファンデーションジャニアとあマより普通ユーザー界の方でいろいろ裏方やってますあの。このイベントも企画でですね、あのまあ、マイク、マイク、マイクを懇親 <laughs> 会の景色がいいです、<laughs> そこをあ外してもらって、はいはい、景色がいいですを売りにするのもちょっとどうかと思うんですけど、はいはい、ものすごく景色いいです。あとは、まあ、あれですね、あのアルマリナックスの最近の 状況とかあと事例とかあのお話し,しますし、まあ、基本エンタープライズ向けのアルメデアクスの活用というテーマでやりますのでちょっとお仕事でねあのポストセント OS どうしようっていう,こう考えてる皆さんとかぜひ来ていただいてですね、まあ、他の会社さんとかがどうしているのかとかその辺りの情報交換とかもぜひ交流会を通してですねしていただきたいなと思っておりますのでぜひ来ていただきたいなと。 の、はい、多分懇親会の方で LT とかする場も設けますのでぜひアルバニアックス使ってる方とかで発表したい方があれば飛び入り LT とか歓迎ですのでよろししくお願いしますあのメインのトラックはあの海外からもスピーカーの方来ますので <laughs> すごい,ごいなんか今何人も来よ,<え>ようとしてるんで <laughs> そんなに日本好きなのかっていう感じで <laughs> <う>。<laughs> <laughs> いう感じですけど、はい、まああの最近の情報とかもね、あの直接聞ける機会になりそうですので、ぜひ、えー、参加していただければな。あと忘年会も兼ねてますので、はい、ぜひ来てください。よろしくお願いします。はい、吉田さんありがとうございました。そうですね。なんかちょっと僕も一言言いたくなってしまいました。<laughs> 景色綺麗ですってどういうことって。ただほらそこセールスポイントだから言わなきゃみたいな。<laughs> あ,のあれですね、汐留の一番端っこのところだからです、ねあの、東京湾が一望できて、でもう12月の、ね、中旬ですから、もう今週火何時からだっけ、5時半、6時か、6時ぐらいからですけども、もう日が暮れて、もすごいあのベ,あのベイエリアというか、ね、ウォーターフロントの景色が、夜景、すごく綺麗ですから、ぜひ来ていただきたいと思ってます、はい、準備、OK はい、それでは稲葉さんよろししくお願いします。 はい、えー、じゃあこれからなんですけど、えー、稲葉と申しますで。今日話はまず温泉合宿と、えー、次が、えー、オープン s u d a アサミットの話です。ここまで、ここからは英語字になります。日本語じゃないです。Non Japanese people いにいますので、でこいういうに話したらというのがあるので、今度英語のセミナーとかありますから来てください。

Fly me to the moon. Let me fly among the stars. I feel like it's cozy. Okay, so you get out uh, like a lot of things. You gotta, uh, you gotta seek over every single day at Hakone. Okay, the place is uh, Hakone Onsen Miyano shita The day is February uh, 15 and 16, two days in night. The previous day is Saint Valentine Day. All right so you remember like the day and on uh, i don't think about it. it's like a february it's very very cold right okay all right so first of all uh, you know but uh, it's like the kind of this, like a picture is about like a dinner time but uh, before dinner time we have like know, uh, one of the uh, you know seminars we prepare for for example like this uh, yeah hold on please uh. Okay, Did like a thing where we have the preparation of the room for uh, to study online about like um, it's like an IT field and the thing, you know, you can use a lot of uh, instructors prepared for. But uh, you you prepare, if you want to prepare, you know, uh, you know in instructor uh, teach some something as an instructor, please ask people and uh, websites, okay? And, and uh, you know, after dinner time, uh, of course, uh, talking about uh, Hakone, yeah, of course, hot springs, right? So you yeah, enjoy like a hot spring at daytime, you know, and it's like uh, two types, inside and outside. Inside is uh, 24 minutes in, uh, you know, every every time you're able to take a bath in a hot spring. Outside is exposure body, we call it not Yeah, but time is limit because we don't have the uh, uh, assurance, we don't have uh, yeah, I guarantee you catch a call, okay? Because it's very cold, all right? Okay. Okay, everyone alright? Okay. So and uh, after dinner time, uh, we have a lightning talk. Lightning is a talk in you know, a five minutes a lot of uh, Japanese talk uh, speakers prepare for. But uh, you know, as an instruct, you know, as a speaker, so please uh, ask us beforehand in the website, okay? And uh, after lightning talks, uh, we have like sorry, it's like some kind like uh, yeah, these are like a lot like a uh, slippers and there are few passengers. in uh, whose name is uh, ume no Ma. Umeno one of the rooms, uh, which means like a uh, plant in a February, it's typical. Okay, so you able to talk, uh, you know, some kind of uh, things with Japanese people, you know, uh, with drinking Nihonshu. But talking about the Nihonshu, it's very very kind. I you know I can't express in English because it's very very sweet and bitter and hot and uh, sour and uh, you know and uh, yeah uh, okay it's like this and so you can feel like uh, uh, you know drinking Nihonshu and that uh, with people is talking, yeah and of course uh, you play margin. You know some people are told about already so you are able to play a margin. margin is a game with pies, you know, made of plastic and wood. then you put, all, you handle the pies, you know, uh, yeah, put all like a pies with uh, same pictures and numbers and uh, three pies in the pack. you know, buy about by four in you know, all about 20 pies. so rest of the pies two pies. You know, we, have, we should uh, put all like a pies in the uh, same colors in two pies. you put like these parties on there. you're able to say, long, you're the winner. so like a game, you're able to uh, you know, enjoy in, uh, at that time night time. But some people are uh, you know, bond midnight oil to, you know, at night to play uh, a and it's okay. But finally the checkout time is very, very strict at 10 o'clock. So uh, uh, sorry uh, yeah before checkout time we take pictures, okay? All right. And transportation, I talk about like transport, it's very, very important. Things uh, you know, talk about the transportation is uh, two types. One is a Hakone Tozan Tetsudo, but it's very very steep. Yeah, but it's like a climbing, uh, you know, hills. But the other is you know bus you know, from, uh, and from Yumoto and every 30 minutes you're able to uh, take a bus so the bus station is on the same mile. you hear like the memory in the my 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 okay because it's one only one stage bus stations okay so you can hear like the mile, so you push the button because I uh, in the bus so the automatic bus is automatically stopped okay all right so and uh, but uh, and bus from bus stop and that hotel is very very steep it's very uh, you you take care all right so after check-out time, so you're able to go sightseeing you know, at Hakone, and uh, yeah, of course, uh, in February, you know, I uh, enjoy doing a lot of kind of things. Okay, all right. Okay, okay. So you talk about like uh, one of the things like Hokkaido uh, and the other is H open the Summit next week. So you're able to talk about like, uh, you know, uh, because like uh, uh, seminar is talk about uh, open the summit. Summit. So and uh, you enjoy uh, uh, I, know, every day, uh, every able to uh, participate, though like uh, uh, seminars, yeah, for free, i guess. so, and we you take a look, uh, you have a lot of uh, questions. please ask uh, mr. takeyama-san. yeah, okay. all right. and, uh, of course, uh, you know, but mainly uh, they speak english, but sorry, but of course, uh, you, uh, you know, japanese works, You can get away speaking japanese. all right. thank you very much. we'll be waiting for you. thank you. はい、稲葉さんありがとうございました。